私は3歳7ヶ月の息子を持つシングルマザーで、元夫と離婚したのは息子が2歳3ヶ月の頃でした。私が新卒で入社した時、同じく中途入社のバツイチだった元夫と出会って、すぐに付き合い始めて22歳の時に結婚しました。その頃の元夫は重い荷物などを持ってくれたり、車でいろんなところに連れて行ってくれたり、そのままお互いに結婚を意識するようになり、結婚の価値観の話になった時、強いて言うなら借金がある人は嫌かもと私は伝えていました。この話があったからか、両親を交えた結婚の挨拶の時に、元夫はご両親に誓って借金なんてないと言ってくれて、私はほっとしました。しかし一緒に生活を始めて半年経った頃、消費者金融から督促状が届いたのです。全く身に覚えのない私が元夫を問い詰めると、前職の営業で自分が取った契約を中途解約された際に全額負担しなくちゃいけなかったと借金の理由を説明してきたのです。つまり両親への挨拶の時の誓いは真っ赤な嘘だった上に、元夫が支払わなければならない前妻への慰謝料も発覚し、借金に関しては義両親を交えた話し合いの結果、義両親が全額立て替えてくれることになりました。この時点で元夫への愛情はなくなっていたのですが、私の家庭の事情が複雑なこともあり、帰る家も頼る人もいなかった私は、自分に仕方ないと言い聞かせつつ、これで決着がついたと思っていました。そうしてなんとか立て直し、普通の日常を送って1年ほど経った頃、妊娠したことが判明しました。しかし元夫にそのことを伝えると、産んでほしくない、嬉しくないといった様子でした。さらには元夫のために私が作ったお昼ご飯のサンドイッチが近くの駐車場に捨てられているのを見てしまったのです。その日の夜、帰宅した元夫に、今日お昼食べられなかったと優しく問い詰めたのですが、元夫は食べた、美味しかったと答えたので、捨ててあったサンドイッチを見つけたことを伝えたのですが、元夫は食べた、捨ててないの一点張りで、翌日現場に一緒に確認に行っても主張を変えませんでした。このまま何度言っても拉致が開かないと思った私は、小さい子でもわかるようなすぐバレる嘘をついた上に、知らんぷりしかできないなんてかわいそうな人だなと追及を諦めました。だからといって授かった子供を諦めるなんて考えは私にはなく、大切に守っていこうと思っていた中で、また元夫は問題を起こしたのです。その日は出産予定日の2日前だったのですが、元夫は会社の社長に誘われ、遅くまで飲みに行っていた上に、泥酔して最寄り駅から帰れないから迎えに来てくれと電話をしてきたのです。私もそのままにしておくわけにはいかなかったので、自分で歩くこともままならない彼をどうにか支えながら帰ろうとしたのですが、大きなお腹の私が連れ帰るには到底不可能だったので、タクシーを呼んで帰ることにしました。その車の中では、どうしてこうなったのかという気持ちと、元夫を連れ歩いた社長に怒りを感じ、やるせない気持ちでいっぱいでした。このようにさまざまな問題がありましたが、息子が無事に生まれすくすくと成長し、夫とも何事もなく平穏無事な生活を送っていました。しかし息子が1歳半になった頃、悪夢が始まったのです。この時祖母の葬儀があったのですが、葬儀の後に元夫が、自分を置いて親族控え室に行くなんてありえない、お前は大事な時にいつもいないと言い出し、離婚を切り出してきたのです。知らない人が大勢いる中で一人ぼっちにされ、寂しいと感じたのかもしれないですが、急に切り出された離婚話に私は納得できませんでした。
でもその頃から急に元夫の土日出勤が増え始め、様子がおかしいと思うことが続き、さらには元夫は息子にかかるお金はお前が全部負担すればいいだろうというようになり、生活費も渡してくれなくなっていたのです。そこで不審に思った私は元夫について調べることに。すると家族で使用していた車のドライブレコーダーからありえない映像が見つかったのです。そこには某テーマパークに遊びに行っている元夫と不倫相手の女性の姿が録画されていました。それを見た私は何よりも息子の大好きなテーマパークに家族ではなく不倫相手の女性と遊びに行っていたことに怒りを感じ、同時にかなりのショックを受けました。さらには渡してくれなくなった生活費などを使ってその不倫相手の女性と共同財布を作っていることも発覚した上に、自分のお金をすべてその女性につぎ込んでいたのです。その上で新しく個人名から届いていた借金返済の督促の手紙が見つかり、借金までしていたことが明らかになったのです。さすがに我慢の限界を迎えた私は離婚を決心して元夫の不倫の調査を探偵に依頼することに決めました。少しして帰ってきた報告書を確認すると、不倫相手とのデートをしている元夫の姿や夜に女性の家に入って朝出てくる姿が写った写真がありました。それからは弁護士を通して元夫と話し合いをすることを始め、確たる証拠もあったのですぐに別居、離婚できました。もちろん我が子よりも不倫相手の女性を優先する人なんかに息子を任せられないので、悪影響だからと親権は私が持つことに決め、何も言わせませんでした。この頃の元夫は手持ちのお金がないほど借金を重ねていたため、相手の女性に提示した慰謝料を支払ってもらい、元夫には養育費と学資保険の残額の義務を課しました。別居後から現在までずっと息子とは会わせていませんし、息子自身も元夫を思い出すこともないのか話題にも上がっていないです。そして離婚当初は勤務していた会社がフルタイムで出社が必要で、白休でもあったため、時間も金銭的にも精神的にも余裕がなく、息子を叱る時に少しきつい言い方になってしまうこともあり、夜一人で反省会を送る日々でした。そんな状況ではいけないと思った私は転職を決意し、今のフレックス制度のあるリモートワークができる会社に転職しました。生活が少し落ち着いた今はご飯はなるべく手作りでと思っています。そんな中で私は周りの友人から新しい人を探してみてはと後押しされ、息子が大きくなるにつれて父親の存在が必要だと思う機会が増えてきたこともあり、また人生をやり直せるかもと思うようになって再婚を考え始めました。そして今の婚約者と出会い、現在3人での生活に至ります。婚約者のことをママのお友達として紹介した時には、初対面の婚約者が自分を可愛がってくれたからかスムーズに気に入ってくれました。最初の頃はニックネームで呼んでいた息子も、今では婚約者のことをパパと呼んで本当の親子のようです。婚約者の方も長時間勤務であるため忙しくはありますが、すでに息子と接する様子は本当のパパのようで、私たちはもうすぐ入籍する予定です。そんな婚約者と話し合って、将来的に英語を話せた方がいいと思っていて、現在は授業をすべて英語で行う幼稚園に通わせています。
正直なところ我ながら私の子育ては厳しい方だと思いますが、それも息子には独り立ちできる人になってほしいと思っているからです。教育方針としては特に細かいルールはありませんが、息子を叱る時に関してだけ私と婚約者で守るようにしているルールがあります。それは息子の言動を2人で否定しないこと、叱っていることの内容に逆のことを言わないことです。2人とも息子を叱ったり2人で言い合いをすることは息子にとって逃げ場がなくなり混乱してしまうことにつながるからです。婚約者と息子との関係を築くために特別なことはしていませんが、私と婚約者で息子の様子の話を共有したりして両親としての喜びを分かち合っています。そのおかげで毎日一緒にいる私の方が逆に気づかないような息子の成長を婚約者が教えてくれることもあるのです。婚約者と息子の間に血のつながりはないということを、いつか息子が大きくなったらどういうふうに話せばいいかなと思っています。そして私たち3人は家族としてスタートしたばかりです。これから少しずつ家族として幸せな生活を重ねていこうと思います。I love you.